よいしょ。疲れたね。もう疲れた。疲れた。今日もほっともっと。今日ね、ダブチーのり弁。ね、新発売。ダブチーのり弁。いただきましょう。ハイボール最初は薄めでいただきましょうね。はい、それではお疲れ様です。ああうまい。チーズがかかってますね、ご飯にね。ソースと醤油が選べるんで、今日はね、あのソースにしますよ。ソースの方がご飯に合うよ。では、いただきます。ダブチーのり麺、ご飯にチーズ乗っけてうまいんだろう。わあ。たっぷりチーズ入ってますな。いただきます。まあ、可もなく不可もなく。まあまあだね。なんかご飯にチーズが乗ってるのがなんか違和感あるな、これ。なんかおかずにチーズが乗ってるとかさ、ハンバーグにチーズが乗ってて、それを食べてご飯を食べるのはいいんだけど、なんかご飯にチーズが乗ってるとなんか変な感じがするわ。外れだな、これ。まずくはないけどね。
なんか普通にノーバルの のり弁の方がいいな。なんかチーズ味のご飯ってやだな。だっていくらさチーズが大好きな人でもさ、ご飯にチーズ乗せて食べないじゃん。まあいいんだよ、ほっともっとの新発売は全部食べるんだから。いまいちでした。ごちそうさまでした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。